セリム3世、セリム3世は、オスマン帝国の第28代皇帝。第26代皇帝、ムスタファ3世の子。セリム3世は1761年に、ムスタファ3世とジョージア出身の女性との間に、生まれた。オスマン家には、長らく30年以上も男子が誕生してこなかった、ため、その誕生は、盛大に祝われた。セリムの誕生日は、 木星と金星が重なる吉兆に当たるとされたため、天運の主であると予言された。天運の主はかつて、スレーマン一世らに与えられた称号である。セリムは5歳の頃から、英才教育を受け、父ムスタファ3世が、外国の大使を出迎える時には、幼いセリムを伴った。後に、叔父のアブデュルハミトが即位した後も、当初は親切に振る舞われていた。事態が変わったのは、 1785年で、ロシアがクリミアを併合した責任を問うべく、大宰相のハリル・ハミト・パシャラが、アブデュル・ハミト一世を廃して、セリムを即位させようとした計画が発覚した。この事件の後、セリムへの監視は厳しくなり、窓を閉鎖されるという仕打ちを受けた。さらにはセリムへの暗殺を命じられたという女奴隷が、送り込まれたという審議不明の逸話もある。 結局女奴隷はセリムに愛情を抱き暗殺できなかったという。この頃のセリムは音楽と芸術にも深く興味を持っており、即位後は積極的に作詞をすることになる。また、1786年頃からフランスを類16世と文通を始めている。1789年4月、おじにあたる第27代皇帝、アブデュルハミト一世が崩御したため、 その後を継いで皇帝として即位する。7月には、周辺国の大使らを招いて、太宰少府のバーブ・アーリーで刑事を祝った。衰退していた王朝の勢力を盛り返すために、国家体制の刷新事業に着手した。内政においては、西洋文明を取り入れることでの近代化を目指し、多くの成果を上げた。しかし、ロシア帝国との戦いに敗れて1792年。 ヤッシーの講和を締結することでは僕したが、その代償として、クリミアのロシアによる領有を認め、グルジアにおける領土を割上せざるを得なくなった。和平後、セリムは満を持たして、改革に乗り出す。まずセリムは、進化及び、外国の指揮者に、帝国を、いかにして改革するべきかの意見書の提出を求めた。上奏された多くは、スレーマン一世時代への回帰を主張する。 復古的なものが多かったが中にはロシアを模範にした軍事改革やティマール地の接収や貨幣中造など後の帝国の近代改革を先取りした意見もあった。そして1793年西洋式の新しい軍隊であるニザームジェリードを創設した。ニザームジェリードはアナトリアやバルカン半島の農民らで構成され、軍隊の維持にかかる費用はアーヤーンの協力や新しく、 羊毛や絹に課した税金が財源となり、またそれらを管理する新支出会計が成立した。さらに新軍隊は、毎年家にチェリから一定人数引き抜いて参加させたため1806年には2万人以上の兵団となった。新式の軍隊は、イスラム教の価値観に基づいて設立されたため、軍関連の役所を政戦局と命名し、兵士たちには、 イスラム教に基づいた規律を提示した。軍事顧問団はフランスから、砲兵、砲兵将軍を招き平成改革のための海軍技術学校を開校した。砲兵交渉や海軍艦隊の改革も行った。ところが1798年のナポレオンのエジプト遠征以降、両国の関係は急速に悪化。今度は、ニザームジェリード軍を用いて、フランスと戦うこととなった。 1799年にフランス軍がシリア地方のアッコに侵攻してきたためニザームジェディードとその地で衝突した。ニザームジェディードは現地のアイアンの協力も得てフランス軍に勝利して1801年までにエジプトのフランス軍を降伏させた。ナポレオンのエジプト侵攻以降セリムはフランスを敵視するようになり1798年の仏大仏内同盟に参加。 翌年にフランスと敵対するイギリスの商戦に国会通商権を与えた。その一方で北方のロシアがコーカサス方面に進出してきたため、オスマン帝国はこれに危機感を抱いていたが、1805年にロシアと対仏防衛同盟を締結した。しかしこれはフランスという共通の敵がいたため成立したのであって、翌年ロシアと再び開戦した。この戦争自体は、 ニザー・ムジェディードが早期にモルドバからロシア軍を追い返したため、しばらく停戦状態が続いた。オスマン側はロシアに対抗、もしくは支援を得るため、開戦から3年後にイギリスと秘密同盟を締結した。1806年、バルカン半島で徴兵をしにやってきたニザー・ムジェディードは、現地のアーヤーンの抵抗を受け、徴兵に失敗した。これにより、セリムの人気は低下し、 これを挽回するため改革を嫌う主旧派の人物を大宰相やイスラム長老にせざるを得なかった。1807年2月にはイギリス艦隊がイスタンブール近海に入りトップカップ宮殿沖に漂着するという事件が発生した。イギリス艦隊は数日で撤退したもののセリムが家にチェリを殲滅するために送り込んだという噂が街中には流れた。そして5月には イスタンブールのイエニチェリに、ニザームジェリードの軍服を着る命令を出したが、カバクチュムスタファラを中心としたイエニチェリラの反発を受け、反乱を起こされた。さらに、多財商婦の者やイスラム長老らは、反改革派で占められていたため、鎮圧命令を出せず、セリムはやむなくニザームジェリードを廃止したがイエニチェリラの怒りは収まらず、ついにイスラム長老が、廃位の法位検証を出したため、 セリムは、範囲され、遊兵された。しかし、セリム3世紀の大意によって、イスタンブールから退避した、セリム3世派の人々は、ブルガリア北部のルーセを支配する、アーヤーン・アレムダル・ムスタファ・パジャを頼っていた。彼らの養成を受け入れたアレムダルは、セリム3世紀の福井を掲げて拒兵し、1808年7月に、イスタンブールに迫った。ムスタファ4世は、 セリム三世の福井によって、自身の定位や命が脅かされることを恐れ、遊兵中のセリム三世を殺害させた。ブリタニカ国際大百科事典小項目事典。ありがとうございます。